それでは、どうもよろしくお願いします。ゲッチャンです。いかさん、酔っちゃいましたよ。酔っちゃったんですよ。いや、断られてして、ものすごい怒ってたことあったんですけど、怒ってた、ものすごいこの会場の空気が楽しすぎて、怒りが飛んじゃったんですけども、いや、怒ってるんです、俺は。怒ってる、何を。まずこのクリスマスナイト、俺、クリスマスにめちゃくちゃ腹が立つ思い出があります。どうして。もう、はっきりクリスマスっていうのは、このクリスチャンのね、キリスト教徒のお祭りなわけですよ。そうですね、あのキリストっていう存在したかしないかわからないおじちゃんのためにね。やめなさい、そういう言い方は。その話なんですけどね、私別にクリスチャンに怒ってるわけじゃないんですけども、なんでしょう。その聞いてもらっていいですか。はい。あれ、ね、2年ぐらい前の話なんですけども、私、とある、社長さんに誘われまして、渋谷のね、道玄坂のあるパーティー会場に行ったんですよ。そこには社長さんばっかりが300人びっしりといまして、だから今日これ80人ですよ。そのね、テポドン一発でドーンって、なんでテポドンで行こうとしてるんですか、それ。この4倍の社長さんがびっしりいるパーティー会場に芸人、俺一人ですよ。なんで呼ばれたの、その。俺、分からないですよ。想像してください、皆さん。満席のパーティー会場に300人の社長さんぶりです、36歳で学生服を身にまとった俺一人です。なんでこの圧倒的孤独感でしょうね。するとですよ、そのね、社長さんの中の一人が僕に向かって一言、金子くん、なんか一発ギャグやってよ。来るべき時がやってきた。僕が覚悟を決めると、それありますね。その満席の300人の社長さんに対して、渾身の一発ギャグを披露したんです。あんの一発ギャグ。せんの会長、金子クリスチャン一発ギャグ、究極の選択。こっちの崖にはお父さんとお母さん、こっちの崖には大切な僕の恋人、どっちか片方しか助けることができない。一体どうしたらいいんだ、刺激。どうしよう、どうしよう、どうしよう、ああああああ、そんなこと陽気キリスト。ねねえじゃねえよ、ねえじゃねえよ。僕はね、クリスチャン大嫌いなんですよ。なんでクリスマスって。いやいや、まあまあ、でもそれよ。いやね、エッカンさんね、その後ですよ、その大惨事の後に、僕が一体何やったか分かりますか。どうしたんだよ、まあ、反省するよ普通。もう一回やってやったんだ。おかしいよ。全く同じクリスチャンに関係ない。ダメダメダメ、もう取り返しのつかないことになる。でしょうね。それからというのがね、僕ね、クリスマス大嫌いなんですよ。逃げよう、そういう時はもう、まあね、絶対それやっちゃいけないんですよ。そんなんじゃどうでも、今日僕は皆さんに話したい話があってやってきてるんですよ。ああ、話したい。これ腹が立ってるんですよね、私ね。なんかお話があれば。私のね、あの本当のネタね、あのご存知の方いるかいないかわからないんですけど、そうで、大体下ネタです。大体下ネタ。下ネタと差別と宗教とね、そうなんです。思想が強いネタしかやらないわけですよ、私。そうなんですよ。 YouTube でもね、結局ね、アウトになっちゃうからネタで。あなたアウトにしてるんだろうよ。そうなんですよね。俺、好きな女をね、口説こうと思って、はい、いろいろ可愛いね、ネタを YouTube にアップしてるんですよ。はいはいはい、はい、それの子がね、なんか、見たよって言って、おう、ベラチオって何って言ってくれた。俺、慌ててヤフーを検索したらね、生徒会長金子で検索するとドアタムにフェラチオって出てくるんですよ。なんでだよ。この人がね、なんか IT 技術を駆使してね、生徒会長金子って入れると、その人にフェラチオの動画が出てくる。振られたよ。アクセスが増えるでしょ。アクセス増えたよ。で、私ね、こういう中でもうやるところがないんですよ、はい、事務所のマネージャーには、はい、お前俺の気がねえだろうと、事務所クビにするぞと言われ、平井さん、平井さん、名前はやめてください。ソニーミュージックの平井さんですけれども、はい、その中でですよ、やっと僕のね、生きる場所見つけたんですよ。おそれがニコニコ生放送ですよ。おそう、ここね、放送禁止用語っていうのがあんまりないんですよ。あで、何を言っても意外と許される。自由にやっと僕が生きていけると思ったら、なんとですよ、はい、ニコニコ生放送にはですよ、放送禁止用語がない代わりに、放送禁止コメントっていうものがあるんですよ。コメント、要するにニコ生ってこう文字が流れてくるじゃないですか。やっと自由にできると思ったら、NG どうのって出ます。そうなんですよ。出る出る出る。今日はね、そのね、コメントを皆さんとして勉強していきたいと思います。ここでは放送できます。ここでは放送できます。びっくりしますよ。はい、見ましょう。まずね、はい、これチンチン。これね、見られやん、ね、あの逆に地上波、普通のテレビだとセーフなんですよ、ね、チンチンは言ってもピーってならないんですよ。そうですね、パンダの名前っぽくもあるしね。でも、ね、この名前はこんなことすら、これこんなことすら NG なんですよ。俺のフェラチオなんかどうなんだって話なんですよ。犬でもね、こういうことをチンチンって言うでしょ。しかもですよ、はい、これ類似コメントとしてチンチンでしょ、これも NG なんですよ。これ NG とかサンプルダメだよ。
でも一回さ、やっぱすごいですね、ニコ生のこの生主って言うんですか、はい、どうしてもチンチンと言いたいと、生放送、ね、どうしても生放送中チンチンとコメントしたい、簡単に考えた結果こうなりました TNTN こちら OK でございます。これすごくないですか、ムード出ないよ、ね、ムードは出ない、これだとこれがちょっと TM ネットワークみたいな感じになっちゃう、怒られるでしょ、これだと一応伝わるという。そうなんだ。これね、はい、これもダメなんです。豚。え？そうなの？豚ダメなの？豚ダメなんですよ。豚 NG 禁止用語。要するにやっぱり豚やろうとかね、いろいろこうけなすコマということで。マジで？これもですよ。川上類似コメントで、豚ゴリラこれ NG なんですよ。キャラクター名ダメなんですよこれ。藤子 F 藤子 F。あんな子供たちに大人気のキャラクターだから豚ゴリラの話したくてもニコ生ではできませんこれ。ダメなの？ダメなんですよ。でね、これももちろん NG です。ああ。殺すね、これこれは全体とかでもあんまり良くないですよね、でもですね、うん、殺す気はセーフですよ。豚ゴリラが NG なのに殺す気が女よ、オン同じアニメのキャラクターで格差でいいんですか、なるほどね、困るでしょ、うん、これね、もうこれはちょっと、まあ、ね、これはもちろんダメなんですよ、これはダメです、地上波も何もかも、でもですよ、はい、私これならね、うん、納得しますけど、はい、これがダメなんです、ウルトラマンコスモ、あれ放送 NG なんですよ、これ放送しちゃダメだよ、あの人気番組、そうです、子供たちだってもこのコメント流そうと NG ですなりますから、だからね、俺もね、アメブロでびっくりするのはサラリーマンコントって書いたらなんか突然 NG になる、パックマンコレクションも NG です、パックマンコレクションも、ここはですよ、はい、おまんまんセーフこういうことなんですか、こっちこそ、こっちこそ、こっちこそじゃないですか、こっちこそ直撃的だと思うんですよね、まあ、こういう感じで、ね、書いちゃいけないものがいろいろありまして、はい、例えばね、カフェラテ、これも NG です、これダメなの、カフェラテは NG、ここフェーラが入ってますから、ね、ここでダメなの、まあ、これはどこですか、ヘルスメーダー、これダメなの、ファッションヘルスってちょっとエッチなところじゃないですか、いやいや、健康っていいでしょ、ヘルスメーダーをしっかり NG コメントと書かれてる、ダメなんだ、これが感想なんですよ、うん、まるまるくんに、これダメです。また何かにごメッセージ伝えに、まるまるくんに、これもアウトで、これがダメなの、これはダメなの、漢字で書けば大丈夫だね、あとね、これはちょっと人権侵害、今入るのヘイトなんじゃないかと思って、どういうこと、どういうこと、中出し、これアウトなんだよ、この名前は NG です、こんな差別的なことネットならではのね、中出しはもうダメなんでございますね、それでもう最後になるんですけれども、これもね NG です。まあ当たり前ですよね。ああ、なるほどね。これよくないじゃないですか。まあまあチンチンと同じ、まあね、だからチンチンがダメなら金玉もダメだ。そうなんだ。ところがですよ、リカさん、金玉 OK。どうして？これびっくりしませんか。これはせんなおかしな話ですね。まあ、以上、私ね、こう長らくやらせていただきますけど、はい、いや、リカさん、はい、超スッキリした。なんだよ。いい加減にしろ。ありがとうございます。